はい、そしたらねちょっと予定外でプラチナが出ましたんですけど、まあ開けていきましょう。8個だけでいける。よいしょ。どうでしょう。争奪アイテムゲット。青鬼呂布、そして小生の証ゲットということで、これであと50回にプラチナに戻っちゃいました。本当はこのきらめきの時にね出てほしかったけど残念。ただまあね、また紹介状これで5個目のねゲットになりました。はい、どうも、妖怪三国志国取り大津、今回もやっていきます。はい、今回はね次回ねランクアップイベント開催ですけど、まあフェスガシャもね前回やりましたね。妖怪大遠征の、まあ、最後のねクエストまでの制覇と、あとはね小生のフーニャをね最後のカンストをやりたいと思います。そしてあとはなんだっけあとはそうだ、国取りのね、ジバニャン金貨の、まあ、効率のいい稼ぎ方などをね、やっていきたいと思います。はい、じゃあ今回もよろしくお願いします。まずミッションね、いいよね、降臨ボスといくつか戦ったんで、記念コインとゲットですね。まだまだ記念コインもゲットできますね。ログインボーナスもでかいな。はい、そしたらいつものお楽しみパス。お、いいね、経験値はいいね。特限界突破の人が欲しいなって感じだけどね。はい、宝珠もゲットしました。じゃあまずはね毎日無料10連ガシャ、ごめんなさい、これって一応毎日無料10連ガシャと、あともうすぐあのなんとかキャンペーン、なんだっけ、リツイートキャンペーン、いつなんだろうな。リツイートキャンペーン気になるなってとこですね。無料ガシャ10連は22日だからね、大丈夫だね、今日21日だからね。もう1日あと2回できるねこれ名残惜しいね。調整結局1回しか出なかったな。マイルもね貯めた人が正解だったな。レジェンド召喚してる場合じゃなかったかもね。金は今回も来なかったな。調整来た人すごいな。プライドン、まあ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 、マイルゲットっす。1万マイル到達しましたね。うん、まあまあまあいいんじゃないですか。1万マイル、1万マイルあると、あ、この食うてんじゃねえよ。うん、なかなかいいよね。この特限界突破の人が欲しいな。それか勝利にするか迷ってます手受け限でね、きらめきもいいしな。お、国取りコインとかこれもあったから回しちゃおう。こういうのだとマイルあんまたまんないんな。記念コインはちょっとまたちょっと今度やるか。この辺のコインはねまとめてやりましょう。はい、そしたらね最後のクエストをクリアしていきましょう。今例えば遠征レベル7を8にねしたいと思います。うん、まあまあまあいつも通りかな。今回でもちょっとやっぱ赤宝箱出やすくてやっぱりやりやすかったかな。まあただあと争奪戦のね回数が多かったから結構分散された感じはあるよね。あと個数もね多かったね、300個じゃなくて500個のところが多かったんでね。はい、じゃあこれで、おお、銀箱、銀箱ってなんかあんまいいイメージないんだよな。いっか、ないよねやっぱりまあでもしょうがないということで、はい、遠征レベルね予定の8に行きました。そしてミッションね達成したのでレベル10、さあプラチナ
群馬市マイルコイン、こちらでしたね。皆さんクエストどうでしたかね。一応クエストをこの、この3つを残してあのレベル10にいつも通りなるんでね。うん、まあ自分はいつもこんな感じでやってますね。はい、まああとは残りはね、争奪アイテムね、今回は結局青に1個と、なんかワルノリン1個だけだったな、争奪アイテムという意味ではね。あとの2個はワルノリンがもう2個をゲットしたんだけど、そこは争奪アイテムじゃないからね。争奪アイテムっていう意味では2回か。あということで、まあ一応最後に群馬コン S かきらめきかヨマコン S、 最後ねなんとかタイミング合わせてゲットできればねいいかなと思いますね。うん、たまにはねコン変化もこいつは結構十突しやすい。やっとアイテムドロップ3%ゲット。はい、ではね今回ねちょっとジバニャン金貨のまあ稼ぎ方をちょろっと見せていきたいなと思います。まあ個人標本兵法を使ったやり方なんだけど、まあまあまあみんなやってるよねっていうやり方だけど、改めてまあねさらっと見せたいと思います。一応ね個人標本兵法一応あるよね。まあもうちょっと今制圧中なんで使えないんだけど、まあ一応ね、まあ、使っていくとミッションクリアになるんで、まあ今経験値と、あと今回はね、これだよね。金貨2倍。あ、3倍だよね。これがちょっと重要なんで、まあ、なるべくね、うまくね、やりたいと思います。で、3倍を使って384,622あります。で、なるべく、戦力のね、今これ29,545だけど、高いところとやって、うん、金貨を、うん、まあ、たくさんゲットしようっていうやり方です。まあ、特にシンプルなやり方だけどね。うん、本当は国取りのやってる最中で3万3、このね金貨アップが勝ちましたね。あ、これじゃねえな、メンバーごめん間違えてる、ちょっとごめんこっちだ、ごめんこっちのメンバーだね。金貨アップがフユニャンとジバニャンとコマさんだからごめんね。でこれだ、このメンバーだとワルノリンと私で言えばね強キャラの小生フユニャンがいるんで38,000、まあメンバーによってだけど38,000ぐらいまでね倒せるんですよね。まあそうすると、まあこれまあ今制圧してるんで金貨屋のレベルも高いんであれなんですけど、うん、まあこんな感じ。あと場所もね1145いいよね。ということでこんな感じでどんどん貯めていきたいと思います。ちょっと一回切って結果後で押しますね。はい、というわけでね384,000ぐらいあった、4600かあったジバニャンコインが402,200ということで、まあ17,000ぐらいね短期間にね稼げることができますので、標本の個人ねぜひねなんかワンセッションごとに今んとこなくなっちゃうみたいなんでね、うまく活用してね、金貨3倍が一番ね超レアか出たら嬉しいねという感じで金貨どんどん集めていきましょう。うん、で一応今ってアイテムでねスタミナも、うん、こうやって必要枚数で交換できるので、今17,000ぐらいね稼げたんで全然黒字でいきますし、まあ、こうやって見る通り資材もねなんつうのスタイルをこっちの支援型にしてたらね、こんだけ溜まるんで、まあまあ、すごいですね。まあ一応こんな感じです。紹介でした。はい、それではね、小生フユニャン、最後のね、今、超限界突破9なんで、超限界突破10にしたいと思います。まあちょっとレベル上げはね、大変なんだけど、いやー、次の小生何鍛えるかだな。まあ、フユニャンは本当にね、比較的、イーコンとか、あとこれは降臨イベントのやつだし、
まあちょっとね、混んであげちゃったりもするんだけど、正直ね、あげやすい環境あったよね。曹操も倒しやすいし、これダークニャもね、降臨イベントの、あれダークニャもね、降臨イベントの妖怪だったしね。うん、だから非常に育てやすかったんだよね。まあ小生の証もね、今45個あるけど1個で済むしね。さあこいつらもあげなきゃいけない。シーコン、シーコンも結構ゲットするの大変だったな。よいしょ、まあシーコン、うん、まあシーコンもいいよな。いい、あとここもいいコンだったし。さあそしてこのダルマッチョもね、氷イベントで来てくれるから、そんなに、なんて言うんだろうね、なんかコーンを集めるのがね、そんなに大変じゃなかったんだよね。よいしょ、さあラスト行きましょう。いやー、ついに来ました。戦力今6280だけど、ラストね、行きましょう。小生冬にゃん、小生冬にゃんを獲得しました。冬にゃん曹操、力が溢れてくる。これが小生のパワーか。さあ共に行くぞ。愛とガッツと根性で天下統一だ。これを10回見たね。ということでね、超限界突破10カンストいきました。はい、で実際ね、6811が最高戦力で右上にあるよね。で一応現在のね、小生フーニャンがまあ手持ちのね最強だよね。ワルドリンが2位かな、ザ・シャークが3位っていう感じなんだけど、まあ5000超えもね、うん、もうすぐまあホテイソンとイカカモネギ長5000いくかな。うん、でうん、いいねあとレベル10上げなきゃいけないんだけど、超限界突破10いきました。まあフイニャンはね、助っ人のスキルもいいよね。揚力アップと、あとね、バトル開始に力アップということで、フイニャンとまあ前衛5体4体みたいなね感じで戦うのもね結構いい感じ。そしてクリティカル率アップで、ぶつかりもダメージダウンだからやられづらい。連戦の時もね、あのアップだし、いいかなってことで、クリティカルがアップだとね、イベントで活躍結構ね、できるんだよね。うん、ということで、無事、できました。いやー、結構いい、眺めがいいね。超限界突破10のレベル100ということで、眺めがすごいですね。はい、という感じで頑張っていきました。まあちょっとね、最後にもう一個超限界突破あげたいな。神魔軍神フクロウもちょっとあげたいんで、これも交換してそれで終わりにしようかな。はい、うん、よいしょ。クロもね、ウスラカゲの前衛でね、ぬらりと並んでね、かなり使えるよね。はい、ということでフクロウね、フクロウはいいんですよ。フクロウ、フクロウはどっちもかなり使えますね。連戦よし、ぶつかりこっちもダメージダウン。フユニャンと似てるよね。超混乱打ち消しということで、混乱にもねかかりづらいんでね。必殺技もえぐい、サボらせるもあるし、全能力ダウンの必殺技かなりえぐいです。なんでフクロウ、これもねおすすめになってきますね。はい、じゃあ今回ね、目標の、いや眺めがいいな、超限界突破10100ということでね、あとは最後レベル110にね上げるの頑張って、本当のねカンスト、本当のカンスト6800なのかな、あと6811だね、上げていきたいと思います。あとはね、ちょっと今回のイベントできらめきとかエスコンあんまゲットできなかったんだけど、
うん、やっぱり底上げをしたいんでね、調整、うん、調整増やしたいなと思いますね。きらめき、もうちょっとエスコン貯めればきらめきとかもいけるんで、うん、頑張っていきたいなと思います。はい、じゃあ次はね、4時にねランクアップイベントを開催されるので、ランクアップイベントね、群馬市何になりますかね。ずっと最近炎症が加わして、これ馬長、長領、うん、で大凶、あ、炎術大凶ちゃんできてて、うん、群馬市にね何が追加されるか楽しみにしたいと思います。で一応私前言ったよね龍くんの方に、龍くんのあれなんだっけ、龍くんのこれだ、龍宮を予想してますそしてずるい、もう一個いっちゃうかな、もう一個いっちゃうかな、隠しはもういるもんね、もう一個いっちゃうとこいつだ、当該予想してますずるいよね。はい、じゃあすみません、最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。それではね、皆さんも小生何育ってますかね、コメントなどで教えてください。またね、毎日無料ガシャもね、あと2日間ありますんで楽しみにしましょう。はい、じゃあそれではまたお会いしましょう。さよなら、バイバイ。